ミュージアム鶴は山梨県鶴市の歴史文化分野についての展示を行う博物館である。同博物館は鶴市の歴史と文化遺産を後世に継承することを目的として平成11年に開館し、平成27年に鶴市ヶ谷村町出身の画家、増田誠の作品を展示する増田誠美術館と統合された。常設展には、 鶴市の歴史を紹介する映像、城下町鶴田んぼや、電子紙芝居、場所劇場がある。また、小さいテレビでは、鶴市で盛んであった、絹織物の紹介をしている。増田誠美術館は、鶴市出身である、増田誠の絵画を常設展示する美術館である。増田誠美術館は、当初、増田の故郷である。 鶴市中央に1991年に開館した。その後2015年に、鶴市神谷のミュージアム鶴に移転、統合された。移転統合後も、マスダの絵画の常設展示がなされている。マスダは、パリのさりげない日常生活や場所、飾り気のない人物を愛した。特に水の描写を得意とし、水のマスダの異名を持つ。また、油彩画だけでなく、石板画、 同版画、特殊版画などでも、才能を発揮した。富士急行線、谷村町駅下車すぐ中央自動車道富士吉田線、鶴 IC より5分。ありがとうございます。